で、その中でゴッホのひまわりをオマージュしたですね、ひまわりの部分がひまわりになっているようなイラストも出ておりまして、すごく印象的な映像なんですけれども、おそらくですね、このイラスト、私カードになると思ってます。売り時のすけです。本日はポケモンの話題ということで、9月28日からですね、ゴッホ美術館とポケモンのコラボが始まるということで、こちらの内容についてご紹介していきたいなと思います。売り時で月に100万円以上の利益が出ている買い取り店が増えてきてます。今なら買い取り集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。株式会社ポケモンがですね、先日イベントのティーザー動画を公開しておりまして、オランダのようなですね、田園地帯風車を背景にですね、ピカチュウとイーブイがひまわり畑を駆け抜けるような動画が公開されております。その中でですね、イベント開始日時は9月28日という風にされておりまして、実際にオランダのアムステルダムにあるファンゴッホ美術館でコラボが開催されるということで、ゴッホ美術館がですね、2023年で開館50周年ということでございますので、それを記念したコラボレーションなのかなというところでございます。ただですね、とても人気の美術館でございまして、事前予約が必須になっております。で、当日券が売り切れていることっていうのも全然珍しくないオランダの人気観光スポットでございますので、もしですね、これから行ってみようかなという方は、事前に予約をしていただくのが良いかなと思います。公開された映像の中でですね、ゴッホを象徴する作品ひまわりになぞらえてですね、ポケモンのシリーズに登場するひまわりのようなポケモンのひまわりがですね、たくさん現れております。で、その中でゴッホのひまわりをオマージュしたですね、ひまわりの部分がひまわりになっているようなイラストも出ておりまして、すごく印象的な映像なんですけれども、おそらくですね、このイラスト、私カードになると思ってます。と言いますのも、以前ですね、東京美術館にて開催されていたムンク展とポケモンがコラボした際にはですね、ポケモンカードがそのムンク展コラボで、プロモカードが出てたわけなんですね。その出ていたプロモカードの一覧がこちらでございます。全部で5枚でございまして、ムンクコダック、ムンクイーブイ、ムンクピカチュウ、ムンクミミッキュ、ムンクモクロということで、ピカチュウに関してはムンク展の展覧会場のみで配布、ミミッキュに関してはポケモンカードゲーム、ミニカードファイル、叫びピカチュウイーブイの付録として封入されており、コダック、イーブイ、モクロに関してはポケモンセンター及びポケモンストアにて拡張パック、強化、拡張パック、ハイクラスパックを2パック購入した方に3種類の中から好きなものを1枚プレゼントしますよというような形で配布されたものになっておるんですけれども、おそらく今回もですね、このコラボレーションにあたってひまわりは現地配布か何かの付録として封入される。で、映像の中ではピカチュウとイーブイがいましたので、こちらの2匹のカードに関しても何らかしらの形で配布されるかなというふうに考えております。で、特にですね、注目なのがですね、当然メインになるひまわりはそうなんですけれども、ピカチュウもカード化された時に結構すごいことになるなと思っておりまして、と言いますのもですね、ムンク展で配布されたその5枚のプロモカードの現在の買取価格をですね、ご紹介させていただきます。ですね、ムンクモクロ画像がこちらですね。こちら買い取り価格が22,000円。ムンクコダック画像がこちらです。こちらが買い取り価格が37,000円。ムンクイーブイ画像がこちらです。買い取り価格が45,000円。ムンクピカチュウ画像がこちらです。買い取り価格が24万円。ムンクミミッキュ画像がこちらです。買い取り価格が38万円ということでですね、ピカチュウに関しては実際に行かないともらえなかったというものなんですけれども、ミミッキュもですね、付録として封入されていたものなんですが、非常に跳ね上がっているということでございまして、おそらく今回そのひまわり、ピカチュウ、イーブイっていうところがプロモカード化された場合、ピカチュウ、イーブイはもう言わずもがな人気のポケモンでございますので、おそらく価格は跳ね上がる。ひまわりに関しては、なんかのコラボレーションメインになって、おそらく配布枚数も少なく設定されると思いますので、これに関してはムンクミミッキュのようにかなり跳ね上がるかなというふうに考えております。個人的にはもしかしたらピカチュウの方が高くなるとかあり得るかなと思うんですけれども、どのような形でプロモカード化されるかっていうのは、情報があればですね、コメント欄にも記載しておきますので、ぜひご確認ください。それでは、このチャンネルではですね、引き続きポケモンカードに関する最新情報もお届けしてまいりますので、この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。それではまた、広がれ、リュース。